どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのは東京目黒区に本社を置く株式会社チュエルブストーンから発売されているヨカテントを紹介したいと思います。このテントは発売以降 Amazon、楽天、Yahoo ショッピング、どのサイトでもランキング1位を獲得しており、入手困難な人気のテントです。これからこのヨカテントを紹介していくんですけども、どんなとこがヨカテントなんでしょうか。まずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います。一つ、本体ポールなどを全て含めた重さが 1950g とワンポールテントならではの軽さとなっています。2つ、テントの表面はシリコンの撥水加工、裏面は PU コーティングとなっています。表面がシリコン加工なので、安いテントの PU コーティングに比べてコーティングの耐久性が高くなっています。3つ、ファスナーは止水加工のものが使用されていました。4つ、ヨカテントの大きな特徴はこのリフレクターです。テントの外周をぐるっと囲んでいるので、暗闇の中でも自分のテントを見失うことがありません。5つ、薪ストーブを使うことができるように煙突穴が設けられています。6つ、テントの底面部分には短いですがスカートがついています。7つ、付属のポールはカーボン製で高さ調節機能がついています。牧師テントでの弱点や知っておくべき点は2つありました。1つ目はこのテント、ペグが付属していません。つまり自分でペグを用意する必要があります。この点はペグを持っている方にとってはいい点ですが、持っていない方は別途ペグを用意する必要があります。ちなみにペグは最低8本必要です。ロープを張るならプラス6本で合計14本必要でした。2つ目はインナーテントを付属していないし、純正のインナーテントも発売されていないということです。インナーテントが欲しい方は別途他のメーカーのものを買う必要があります。今動画で使っているインナーテントの詳細は概要欄に貼っています。ということで早速ヨカテントを袋から出して詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは直径15センチ、長さ50センチで、2人用テントと同じぐらいの大きさです。袋から出すとこんな感じです。付属品はテント本体、メインのポール、ロープ6本のみです。ポールの直径は約2センチで、重さ 276g、 テントが 1580g、 ロープが6本で 38g でした。早速床テントを組み立てていきましょう。ワンポールテントの一番の特徴は設営が簡単だということです。組み立て方は1、設置する場所を決めてテントを広げます。2、テントの隅4箇所にペグを差し込みます。3、カーボンポールを差し込んで1本にしていきます。4、テントの扉を開けます。5、開けた扉からポールを差し込みテントを立てます。6、一旦扉を閉めます。7、残りの4箇所にペグを差し込んでいきます。これでヨカテントの完成です。ワンポールテントの組み立てに慣れている僕で約2分程度で組み立てすることができました。風などの状況によってベッド、ロープを張ってください。ペグダウンできる箇所は赤い丸の8箇所、ロープを張れるのは青い丸の6箇所でした。早速ヨカテントの外見を詳しく見ていきましょう。テントの上部2箇所に通気口があります。中に硬い板が入っており、マジックテープで固定すると通気口になります。通気口は反対側にもついています。その隣には薪ストーブ差し込むための煙突穴があります。普段は閉じておいて、煙突を差し込む時だけ開けることができます。穴の大きさは約8センチで、もっと大きくしたい時はハサミで切って好きな大きさにすることができます。ちなみに直径6センチの煙突だとこんな感じになりました。開けたこの部分はくるくる巻きにして上に固定します。実際に煙突を差し込んでみるとこのようになります。このプラペラの部分が煙突と蓋が接触するのを防ぐ役割を果たしてくれています。ちなみに煙突穴の高さは地面から約135センチ、テント自体の高さが175センチなので、煙突の長さは最低180センチ以上欲しいかなと思います。扉を開けてみましょう。扉は前後2つあります。前の扉の片方を開けるとこんな感じです。開けた扉をくるくる巻きにして横に固定できます。この固定部分が2つあるのはとても嬉しい点です。両方開けるとこんな感じ、後ろの扉も開けるとこのようになります。今まで多くのワンポールテントを触ってきましたが、入り口が前後についていて、なおかつ両方ともバッと開けられる扉を装備しているテントは意外と少ないんです。換気もしやすいですし、状況に応じて出入り口を変えられるのはとても便利です。この点がヨカテントの気に入っているポイントです。ヨカテントの中を見てみましょう。テントの中はとてもシンプルで、余計なものは何もありません。
テントの上場部分にはランタンをかけるフックが2つついていました。ただフックがあるのは高さ約170センチあたりなので、手元を照らしたい場合はランタンフックなどを使用するといいと思います。テント内に僕が寝てみます。一人であれば薪ストーブがあっても余裕そうです。このテント2人用のテントなので、薪ストーブがあっても2人とリュック2つを入れても横になることができました。薪ストーブや荷物がなければ3人横になれないこともないですが、現実的ではない大きさかなと思います。各部の大きさは270、145、175、270です。耐水圧についてです。スペック上の耐水圧は 2000mm となっています。テントに水をかけてみましたが、シリコン加工により水を弾いているのがわかるでしょうか。テントの縫い目にはすべて防水のチームテープ加工が施されており、防水性は高そうです。こういうところでよかったでしょうか。ヨカテントの紹介でした。ということでフリートークなんですけれども、このヨカテント、触ってみる最初の印象なんですけど、めちゃくちゃちっちゃいなというふうに思いました。まあ2人用のテントということで、まあ、そんなに広くないということは分かっていたんですけども、で思ったよりでもこの組み立てた時の小ささっていうのは、ああちっちゃいなというふうに感じました。まあその床面積自体が小さいっていうよりも、まあ、高さがないなっていうふうな印象です。ここ僕の今目線の高さなんですけども、ここトップが175センチなんですよね。なんでまあ身長が高い方は必然的にこうかがまなきゃいけないし、まあ、こうテントの中でこう、まあ、快適にこう立ったままこうなんかするみたいな感じのことは、できないです。なんでね、シークアウトサイドのこうレッドクリフとかシバノとかと比べると、まあ、同じような大きさ、収納時の大きさは同じぐらいだけれども、まあ、ちっちゃいなっていう風な印象です。で、ヨカテントいいなって思ったところが、いくつかあるんですけど、まずこの色がめっちゃかっこいいですよね。今日ちょっと手伝ってもらってるんですけども、まあ、彼らもヨカテント色がいいっていう風に言ってたんで、まあ、オリーブではない、緑色ではない、茶色でもない、なんかこう、カーキ色みたいな、ちょっと独特な色してるんで、ティピーテントって色々被りがちなんですけども、まあ、ヨカテントは、色で、なんか、差をつけられるなというふうな印象です。で通気口が2つあるのもいいですね。こういったティピーテントって普通1個しかなかったり、するんですけれども、通気口はこことあっち側にもついてて、素晴らしいなというふうに思いました。で、この、薪ストーブのそのストーブジャックなんですけども、これに関してはちょっと、まあ、微妙かなというふうな感じです。正直言うとバンチグルスブラックオクラのやつと全く構造は一緒で、もともとこう何ただの穴が開いてるところにこのストーブジャックをつけてるだけなんですけども、正直めんどくさいしね。今僕は、蓋を開けようとしたんですけど、今僕はこのストーブジャックの蓋を、今僕はこのストーブジャックの蓋を開けたかったけれども、この蓋を開けると、必然的になんかこの下のこの部分、これ取り外しできるんですけど、この部分もね、取れちゃうんですよ。マジックテープなんで。なのがちょっとめんどくさいなっていう感じですね。で、テントをピンと張ってる状態だと、まあ、こんな風にね、次ね、ストーブジャックをこうつけれなくなるんですよね。テントがピンと張ってるんで、マジックテープは届かなくて、組み立てというか、ストーブジャックを再貼り付けするのがすごく面倒なんで、ちょっと面倒かなというふうに思います。ただ、ストーブジャックを使わない時期、今まあ真夏なんですけども、真夏とかは、あえてこれ、ストーブジャック取っちゃって、なんか普通のこう通気口としても使えるっていうのは、まあ、すごくいいかなというふうに思います。まあ、窓ですね。外から見ると、中から見ると、こんな感じです。こんな感じのこう窓になるんで、まあ、これは、いいかなというふうに思います。まあ、ただ、別にこれだと、ブラックオクラ、マンチグリスのブラックオクラが1万円ぐらいで同じような機能を持ってるんで、まあ、正直ヨカテントじゃなくても、まあいいのかなというふうには思います。まあ、ブラックオクラとかね、ブラックオクラとか、ワンチグリッシュの方は、まあ、1万円で、で、ストーブジャックの、これとかも1000円でとかで売っていて、全く同じことができるんで、まあ、絶対この、ヨカテントじゃないといけないというわけではなさそうですね。ヨカテントの一番気に入っているところは、まあ、今この状態なんですけど、入り口が2つあるっていうことなんですよね。ティピーテントってたくさんあるじゃないですか。ワンポールテントたくさんあるんですけども、入り口が2つあって、しかも2つとも、こうやって、左右に、開閉できるっていうのあんまないんですよね。まあ、例えばさっき言ったブラックオクラとかは、片側しか入り口ないですし、で意外とこうやってね、入り口が前後にあるっていうテントっていうのあんまないんですよね。で、なんで入り口が前後にあるといいかっていうと、まあ、こうやって今日風がね、あって気持ちいいんですけども、もちろん風通し、めちゃくちゃ良くなりますし、上級の時点、入り口、人とか、
周りの状況、うるさかったり、なんか隣に車が来ましたとかだったら、こっち側に車が来たら力出れるし、状況によって入り口を変えられるのはすごくいいことだなというふうに思います。ワンポールテントで、薪ストーブが使えて入り口が前後にある、この3点だけで、この床テント、語れるというか、そのすごく気に入っている点、この3つが揃ってるテントってなかなかないんで、それが揃ってる、すごく素晴らしいテントだなというふうに思います。まあ、さっき言ったねブラックオクラのやつは1万円やけれども、入り口が前後にないよね。まあ、そこだけちょっとあれかなというふうに思うんですけども、この床テントはその3点揃ってるんで、この床テントは前後に入り口があるんで、こんな感じで開放感抜群のテントとなっております。ということで今回紹介した床テントの購入先、Amazon と楽天とヤフーショッピングの購入先を、概要欄の方に貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。はい、ということで、別日で撮影しております。これはね皆さんが今、見た商品紹介の設営とはまた別の日に撮っております。でね、ちょっと撮り忘れた素材があったんで、また設営して、設営終わって収納してたらですね、この収納袋のこの部分がね破れたんですよ。こんな感じでここですね、破れてるでしょ。僕ねテント5、60個持ってるけど、ここがね破れたの初めてなんですよね。でここって結構さテンションかかる部分やから補強してそうな雰囲気やけれども、これねなんか補強されてなくて、なんかちょっとなっていう風な感じでございます。で、シームテープのところも言ったけど、シームテープの方がちょっと中途半端に貼られてたり、まあ、品質別にそんなに高くないなっていうのが正直な印象です。まあ、メイドインチャイナやから、まあ、別に日本の方が設計していても、まあ、生産は中国やなっていうのが、まあ、ちょっと垣間見れたというか、ちょっと思ったところでございます。で、まあね本来これ言うつもりはなかったけれども、まあ、正直3万3000高いなというふうに印象です。僕はですね、シーカーツアーレッドクリフとか、シマロンとか、このテントとね、似たようなテントで、まあ、言うたらもう、このテントよりも、上のグレードのテントを使ってるから、まあ、正直このテントの良さがあんまりわからなかったです。このテントよりももちろんシマロンとかレッドクリフの方がいいなっていうふうな感想なんですけども、にしてもこのテントの一つ下のグレードにブラックオークラとか、ワンチグリスのワンポールテントがあるんですよね。昔僕が紹介した1万円ぐらいのテントがあって、それもワンポールテントで設営が早くて、で薪ストーブ使えて、今はね別売りのストーブジャック取り付け可能な床テントと同じようなストーブジャックついてるんで、まあ1万2000円ぐらいで本当ほとんどこれと同じような機能がついてるので、そっちでよくねっていうふうな感想です。ブラックオークラの3倍の値段で床テント使って、床テントの3倍ぐらいの値段で、シマノとかレッドグリフがあるから、そのちょっと中間地点の、テントなんで、正直なんかどっちつかずみたいな、安さを取る、高さをなんかいいのを取るみたいな感じで、ちょっとなんか中途半端な立ち位置なんかなというふうに思います。まあ、とはいえね、ヤフーとか、楽天とかアマゾンとかでねかなり売れててずっと売り切れでランキング1位とかなってるんですけども、なぜ売れてるというふうな正直な印象でございます。これ買うんなら正直ブラックオークラワンチグリスのテントでいいかなというふうに思います。ただワンチグリスの方は前後の扉がついてないっていうのがまあ挙げられるけれども、まあそれ以外はほとんど機能一緒やし値段3分の1やから、まあ正直そっちでいいかなというふうに思いました。本当はねこれあんまり参考にならんかなと思って、シーカーツアードのシマロンだって3倍値段違うからさ、そらシーカーツアードの方がいいのが当たり前じゃないですか。けどこのテントの3分の1の値段のブラックオクラとかと一緒だよっていうとちょっとあれかなっていうふうに思ったんで言わなかったけど、ここが破れたんで、言うことにしました。正直、床テントはあんまりおすすめではないかもしれないです。まあ、これは僕のあくまでもね僕の感想なんで、まあその1万円ぐらいの、ブラックオークラのテント、ワンチグリスのテントと同じぐらいの機能を持ってるよっていうのは、参考になればなというふうに思いました。ということで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。